はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、勉強はしているけども、知識が曖昧、理解が曖昧で、方試験になってしまうと頭が真っ白になって、思った点数が取れない。そういった方に対して、日々の勉強の仕方についてお伝えしたいと思います。で、これ意外と多いんですよね。日頃のやはり勉強で、確実な知識になっていないっていうことがやっぱり一番の原因なんですよ。勉強はしてるけども、曖昧な知識のまんまで終わっちゃっているっていう話なんですね。で、曖昧な知識、曖昧な理解だとですね、全然点数にならないんですよ。つまり、まあ、選択肢があった時に、例えばですよ、すべて勉強したことがある。でも、すべて曖昧だったら、これは確実に正しい選択肢だとか、これは確実に誤った選択肢だっていうふうに判断できないんですよね。で、そうすると結局すべてが曖昧なので、どれが正しい選択肢なのか、誤った選択肢なのかっていうのを答えられないんですよ。そうすると、これだと一向に点数に結びつかないんですね。で、一方で、確実な知識があれば、すべての選択肢がわからなかったとしても、1選択肢、もしくは2選択肢だけ確実な知識があれば、もしかしたらその選択肢が正解の選択肢である可能性が出てくるんですよね。そうすると他の選択肢分からなかったとしてもそれだけで答えを導くってことができるんですよ。つまり確実な知識があればそれは点数を生む可能性が出てくるって話なんですね。だから確実な知識、こっちをどんどん増やしていきましょうっていうことです。曖昧な知識っていうのはどれだけ増やしたとしても点数に結びつきません。だからこそ曖昧な知識、曖昧な理解じゃなくて日頃の勉強からできるだけ確実な知識を多く作る勉強をしていきましょうっていう話なんですね。じゃあどうやってやっていけばこの曖昧な知識、曖昧な理解っていうものを確実な知識に変えることができるのか、これちょっと具体例をお伝えしたいと思います。ちょっとこちら見ていただきたいんですけども、これ民法の錯誤の部分です。民法の錯誤の部分ですね。一応3つですね、ルールを書きました。3つルールを書きました。まず一つ目ですね、表意者に重大な過失がある場合は原則取り消しができませんよという内容です。これ例えば私が勘違いをして、これあなたに売りますよって、契約をしましたと、意思表示をして、売買契約を結んだと。そして私が、勘違いをして売りますよっていう意思表示をしたことについて、私自身、表意者っていうのは私ですね、勘違いをした人なんで、私が、重大な過失があったと。そうした場合は原則、後で、錯誤による取り消しってできないんですね。できないです。これは原則です。ただ、一方で例外もあって、私に重大な過失があったとしても、相手方であるあなたが悪意、もしくはあなたに重大な過失があった場合っていうのは取り消しができるんですね。つまり、あなたが、私が勘違いをして意思表示をしているってことを知っていた場合が悪意ですね。もしくは知らなかったとしても、あなた自身にも重大な過失があったと。まあ、つまり私にも重大な過失があるし、あなたにも重大な過失がある。そういった場合っていうのは、あなたを保護する必要性っていうのは低くなってくるんですね。だから、私は後で取り消しできますよっていうようなルールになってるんですね。で、もう一つ例外があって、共通錯誤の場合、私が勘違いをして意思表示をしたことについて重大な過失があったとしても、あなたも同じように勘違いをしていたと。私も勘違いしていた。またあなたも同じように勘違いをしていたと。そういった場合ですね。そういった場合もあなたを保護する必要性っていうのは、低い。まあ、つまり売買契約を取り消しにしたとしてもあなたも勘違いしたんだから別にいいでしょうっていう話です。だから後で取り消しができますよっていうふうなルールがあるんですね。まあ、今回ちょっと3つだけしか取り上げてないんですけども、3つ取り上げました。で、こっからですね、ある問題がありましたと。ある問題っていうのは1に関する問題が出題されていましたよと。この場合、多くの解説が1に関する解説しか載ってないんですね。なので、勉強する上で、おそらく過去問とかね、問題集とかを中心に勉強していると、この問題を解いた時に、この1番だけを覚えるっていうやり方するんですよ。で、このやり方をすると、実は曖昧な知識になる可能性が高いんですね。なぜかというと、これ1個だけしか勉強してないからなんです。こっちも関連してきてるじゃないですか。状況は一緒なんですね。状況。前提となる状況っていうのは、表意者に重大な過失がある場合なんです。その場合において原則は取り消しできないけども、2番、3番のような場合は、私に重大な過失があったとしても、表意者に重大な過失があったとしても取り消しできますよって話じゃないですか。つまりこれ、
3つって関連してきてるんですよね。だからこれを一緒にまとめて勉強する、こういうやり方をしていると確実な知識になってくるんですね。これどういうことかというと、一番のこのこれだけしか勉強していない場合っていうのは単品で覚えてるんですよ。単品で。で、また、時間が経って次はこっちの問題が出てきたら、これまた単品で覚えるわけですよね。で、また時間経って、新しくこの問題出てきたって言ったら、この問題また単品で覚えるんですよ。そうすると、復習する回数も、これをやったらこれ復習する。この問題やれたらこれの復習をする。で、3番の問題やれたら3番復習する。つまり、1回しか復習してないですよね。今の話で言うと。一方で、関連知識も一緒にまとめて勉強するっていうやり方をするとどうなるかっていうと、1に関する問題出た時に、1だけじゃなくて2、3も一緒に勉強しますよね。そうするとこれで、1の問題出た時に、1、2、3、すべてを復習します。で、次、2に関する問題が出てきたと。これに関する問題が出てきた時も、これ関連ポイント1、2、3、一緒に関連してるから、これまとめて勉強する。だから、2が出てきた時もまた1、2、3で勉強するんですよ。これでもう2回勉強しますよね。1、2、3について2回勉強したことになる。で、次、3に関する問題が出た時も同じく1、2、3、関連ポイントも一緒に勉強するわけだから3回勉強したことになるんですよ。1、2、3、それぞれ3回勉強したことになるんですね。同じ問題しか解いてないですよ。初めの事例、単品で勉強する事例もこれそれぞれの問題1回ずつしか勉強していないわけだから3回勉強したんですよね。関連つけて勉強する場合も解いた問題数は3問なんですよね。同じですよね。これに関する問題、これに関する問題、これに関する問題、3問なんですけども、勉強した回数で言うと前者については1回しか勉強してないんですね。一方で関連付けて勉強したやり方っていうのは3回復習したことなんですよ。そうすると復習回数がまず多くなりますよね。で、しかも関連ポイントを一緒にまとめて関連付けて頭に入れているわけです。だから確実な知識になりやすいんですよね。だから日頃の勉強から単品で一つのポイントだけを頭に入れる、一つの問題に対して一つしか頭に入れないじゃなくて、一つの問題に対して二つ、三つ、四つって関連ポイントを一緒にまとめて勉強する。もちろん一回勉強しただけではこれ確実な知識にはなりませんけれども、関連ポイントを勉強する習慣をつけていたら、類題が出た時にまた復習できますんで、そうすることで確実な知識になりやすいんですね。なんでぜひあなたも関連ポイントを一緒に勉強する勉強をぜひ行っていただければと思います。そして弊社ネトスは個別指導を行っております。弊社の個別指導の解説っていうのは関連ポイントもまとめて解説してあります。なので弊社の過去問集をやっていただくだけで確実な知識にしやすくなるんですね。なので実力を上げやすい、これが弊社の個別指導のメリットの一つです。また理解をしながら学習したり、具体例を入れながら学習する、そういったものも解説に載ってますので、次の試験で合格したいというのであれば個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄にありますので、ご確認いただければと思います。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。